皆さんこんにちは、サキッドナースタキです。今回はゲストに来ていただきました。今回のゲスト誰だと思いますか？なんと今回のゲストは北海道という結果を、はい、まあ、東京大学出してきてるんですけれども、いや誠に遺憾ですよね。遺憾、残念ですね。童貞界の伝説、伝説の童貞、童貞界のアイドル、わきわき童貞さんです。童貞界の伝説、伝説の童貞、童貞界のアイドルです。おはようございます。童貞界の伝説って、いやもう私の中ではすごいもうレジェンドなんですよ。ありがとうございます、はい、そうです。街頭インタビューで国の整形権が低いんですけどどうですかってたまたま聞かれて、はい、誠に遺憾ですね、残念です。ちなみにご自身はバキバキ童貞です。私大ファンなんですよ。大ファン、はい、もうあのバキバキ童貞さんがインタビューに出てるのをたまたま見て、2019年2年ぐらい、あ、2年前ですね、はい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 、でそれから YouTube をこう見てたら、はいはい、YouTube チャンネルやられてるってことで、そうなんですよ。でもいつか会いたい会いたいと思ってやっと叶いました。こんな女性がいるんですね。エッチな女性の中にすげー。僕がもうそのタキさんの動画も拝見して、童貞好きですけどねみたいな最後おっしゃってて、ちょっと童貞好きのナースってぐらいの気持ちで来てしまったんですけど、誠に恐縮です。あ、ちょっと違うやつちょっと違うやつ言われた。ということで、はい、今日は、はい、そんなバキバキ童貞のグンピーさんに、はい、理想の初体験を聞きたいなと。俺理想の初体験、グンピーさんが、はい、いつか卒業する、はい、その日はどんな感じのシチュエーションでご卒業されるのかなと。ああ、そうっすね。僕ほんと童貞だって今日本中にバレてバカにされてて、なんだろうな、華々しく童貞を卒業したいというか、はい、いろいろプランはあるんですけど、はい、なんか研ぎ澄まされてきてて、やっぱ洗練されてるんですか？そうなんですよ。もっと若い時とは本当に雑な女教師に、あ、なんかその場でしごかれて終わりみたいな、はい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 、なんかこれもあれですな、雑だったな今思うとみたいな。本当にそれで童貞卒業していいの？だんだんその皮が剥がれて、本当どんどん綺麗な童貞卒業のイメージというか、 お米のような精米されていくようなイメージで、一応プラン何個かあって、はい、で一つが僕がコンビニでバイトをしていて、はい、で僕のことを慕ってる後輩がいて、で僕がレジ打ってるとなんかちょっとクレームじゃないですけど、違うだろみたいな時に、その僕がもうすいませんすいませんみたいななってる時に、その後輩が僕の下でやってるみたいなのが一番、これが考え抜いて考え抜いてこれになったんですけど、ローソンだし場所はローソンなんです、ね、セブンとかじゃなくて。セブンじゃダメですか？そうなんです、ローソンの阿佐ヶ谷店ですね。ローソンの阿佐ヶ谷店で、ちょうどねやりやすい場所があるんですよ。あ、ちゃんとリサーチ済みなんですね。ロケハンもしてて、で本当にちょうど見にくいところがあって、その、はい、比較的な、そうクレーム行っても分かんないなと思って、で、うん、僕も本当申し訳ない顔してるんですけど、実はそれは申し訳ないんじゃなくて、もう快楽から来る 表情というかみたいなのがやっぱちょっと一個ありますね。じゃあこうお客さんからはこう怒られつつも下では快楽を感じているっていう、そのマッチがまたいいわけです、ね、その通りです。ピーナッツって、もうしょうがないな、じゃあそれで、わかりました、ピーナッツって言えなきゃいけなくてみたいな、でお釣り間違えたりなんかして、違うぞ釣りが、すいませんみたいな、やめてよみたいな、そうみたいな、そうですね、みたいな、なんかミスも起こしちゃったりなんかしてみたいなのが、いやもうどうすんならこんぐらい妄想をやらせてくれよって思っちゃいますね。いやどうか叶えたいですね。叶えたい人ですか？はい。エッチ、エッチって言っちゃった。叶えたい人、叶えたろか、叶えたろかと、まああとシンプルに 6P ぐらいしたいっていう、はい、もう一個 6P、 いきなりですか？そうですね、最初に。え、それ男女比はどんな感じですか？あ、僕1で、そうですね、僕1で5人が僕に多ければ多い方がいいんですけど、グンピーさん3段ぐらい飛びましたね、はい、飛んでんすかね、やっぱ。まあ本当は 10P とか思ってた、これも昔は 10P とかと思ってたんですよ。すごいですね、10とか 15P とか、はいはい、多ければ多いほどいいと思ってたんですけど、はい、なんかそんなたくさん集まってもちょっと手持ち無沙汰になるみたいな、全員触れて、まあ、5人が多分ずっと手を動かし続けることができる、6からは多分1人余っちゃうんですね。 10P とかだとそれが2組できちゃうんで、多分ちょっと雑談みたいな、はい、ああ今日暑いよねみたいなそれすごい絵面になりますよね。なんかそうなんです、しゃべってないでみたいな、
僕も注意したくないんで。したくないです。先生みたいになってる。そう。右で止まってるよみたいな。口を口を動かさない手を動かす。嫌なバイト先みたいな。6P、5P ぐらいだなっていう感じですかね。場所僕の家ですよ。まあ、僕の家って言っても、まあ、もっといい家、でかい家で。ですかね。本当は体育倉庫なんですけど、ちょっとこれ気にすぎて、ちょっと今すいません。体育倉庫で、5人にこう囲まれて、はい、そうですそうです。本当はそうですね。シチュエーションも、はい、その僕がいじめられて、体育倉庫を呼ばれてみたいな。でこいつなんか裸にされて、こいつ立ってんじゃん。おーい立ってるぜ。おーい何立ってんだよ。キモいんだけど、あ、キメえ、だから童貞なんだよ、クスクス、誠にいかんじゃねえぞ言われて、すいません、一人がなんかやってくれて、お前本当にやんのかみたいな、やって、なんか私もやりたくなっちゃったな、で、全員やるみたいなのが本当はいいですね。すいません、ちょっと本当にキモいかと思って、ちょっと。いや、すごい。じゃあ、私、女の子5人集めてきますね。いいですね。なんか、叶えたくなりましたもんね。叶えたろか欲が。一番嫌なのが、やっぱ、その、風俗行ったりとか。はい。ちょっとなんか、行っちゃいましたわ。へへ、みたいな。が、やっぱ一番ダサいなと思って。もう、それだけで僕、風俗行ってないんですよね。え、今までじゃあ、風俗の経験も。あ、ないですね。あ。ので、あれも最初はやっぱさ、純愛の人とはやっぱコピーというか、純愛相手を5人見つけないとダメですね、まずじゃあ。いやまあそうなんですよね、本当はだから僕をいじめてるギャルたちも僕は気になってるからいじめてるんですよね。しょうがなく本当は気になってるからいじめてる。好きだからいじめちゃうみたいな。そうそういうありますよね。誠にいかんとか言ってんなよ、本当はもっとかっこいいのにみたいな。そういうことなんです、ほんとツンデレ系の方が好きなんですか？あー、ツンデレが好きですね、元より。本当にツンデレが好きです。ツンデレでちょっといじめてほしい。そうですね、ツンデレでいじめてほしい。まあヤンキーでもいいですし、あそうですね、まあ優等生っぽい人でもいいですし、いじめたいですね。えずっとエッチのことを言っていただける。あ、本当によかったな、本当にこういう人にね、ずっと最初から、まあね、僕がバズった当初から目をつけていただいたというね、本当に狙ってました。狙ってました。え、ファンザ、これファンザですかね。はい、ということで今回は理想の初体験について教えてもらったんですが、いつ卒業できそうですか？予定はないです、全然ないです、しょうがないです。しょうがなくないですよ。え、今から、えね、すごい、何が起きてるの。すげえ、エロすぎる、待ってくれ、すごすぎる。すげえ。はい、ということで今日はね、コラボしていただいて、メガネずれてますよ。ありがとうございます。バキバキ童貞さんのチャンネルの方にもね、あー、来ていただいて、ちょっとね、エッチなことしちゃいましたよね。ちょっとしちゃいましたね、すいません。ということで、ぜひユンピーさんの方のチャンネルも概要欄に貼ってますので、チェックしてみてください。お願いします。今回はユンピーさんを診察してみようかなと思います。あ、診察、ナースとしての、はい、ちょっと熱くないですか？うわ、なんかちょっと、はい、あー全然マッサージ、そうですね。ちょっと失礼します、ね、いやちょっと、いややばいやばいって。